ちは。こんにちは。はい、さあ前回は豊さんが来シーズンブレイクするであろうと予想するセパ両リーグのピッチャー編、はい、やりましたけれども、今日はバッター野手編ですね。はい、まあ、ファンの皆さんっていうのは、はい、まあ、それぞれ胸に秘めてる選手ってたくさんいると思うけども、うん、まあ、誰か教えてくれたらね、あ、コメント欄にね、コメント欄に、いや、ね、やっぱあれだけ選手多いからさ、はい、まあ、好き嫌いもあるし、俺も、うん、好みみたいな、うんうんうん、まあ、使う時は好き嫌いでは使わないけど、はい、言う時は好き嫌いあるからね、はい、こういう立場だとね、はい、だからまあそれはご容赦願って、はい、野手編、はい、今日は野手編です、はい、じゃあまずセリーグ巨人、うん、一押しの野手の、まあ、一押しとかブレイクするであろう野手いきましょう。秋広選手です。まあそろそろ、はい、まあ、ポジションがないんだよな。外野なのか、一塁一時期やってました。いや、一塁は中田翔平じゃない。もう無理ですもんね。まあ、無理っていう決めつけは良くないけどね。そうかそうか、うん、決めつけは良くないけど、まあ、外野もやったりとかもしてて、はい、ただ、うん、はい、やっぱ体に芯ができてきてるし、打ち方もだいぶ変わってきてるしね、はい、徐々にパフォーマンスは上がってきてるというかさ、はい、だからまあ早くちょっと見てみたいなという、うん、まあ、願望があるんだよね。そうですよね、うん、あの去年1試合だけ出られて、今年は、まあ、1軍の試合は1試合も出られなかったですけれども、いや、まあまあでも焦らず、はい、じっくり育ててると思うよ。まあ、ホームランは下の試合で何本か見たけど、順調に来てるなっていうふうには見てるから、キャンプも連れていくだろうし、オープン戦も使うだろうから、まあその時にどういう結果が生まれるかね。一昨年昨年とまあ同じような態度をしてたけども、また来年になると違った結果を出せると思うよ俺は。あの一軍に本当定着して活躍するには、あと秋広選手に何が必要になってくるの？やっぱ打つことだよな。うん、安定的に打つこと、それと首脳陣に期待を持たせること、うん、そこだと思う。やっぱホームランバッターではないには、育てたいけどね、育てたい、あの体があるから、はい、でもなかなかやっぱりホームランバッターっていうとちょっと器用さが邪魔するね。彼のホームランバッターってもう村上はもうスーパーだから言わないよ、はい、うん、その器用さがホームランを減らすっていうことがあるんだよ、はい、器用に打ってもホームランまで届くんだったらいいけど、うん、器用さがあるとやっぱりどうしても率は残るけど、え、この体からしてこのホームラン数は足りないなっていうようなことになってきそうな感じがするんだよね。あ、だからあんまり過度の期待、ホームランへの過度の期待はやめといた方がいいと。でも確実に来てる。おお、じゃあ楽しみですね。楽しみ。ここ本当じゃあ数年の、もう1年の間にきっと出てきてくれると。まあポジションな、自分で掴み取れよ。そうですね、もう競争世界なので。そうですよね。さあ阪神は2021年ドラフト4位です、はい、智弁学園の前川右京選手。これはいいぞお前、はい、知らないぞお前取りました。ただ甲子園ということが左バッターだけにもう一つ苦労するかもわからないけども、まあ間違いなく出てくるよ。お、俺来シーズン出てくるんですか。いや、岡田さんが多分好きだと思うよこの選手は。どんなところが魅力？やっぱもうバッティングの質が違うもん。あ、そうなんですね。肝の座り方が違うもん。へ、もう本当に俺も期待してるし、はい、だってルーキーの時にあのインタビュー聞いた時にもう惚れ込んだから、あ、この子は絶対やると思ったから。 そのぐらいのなんかこう出てくるものがある、うんうん、この子のやっぱバッティングが完成されるっていうことはまずないと思うけど、うん、まあ、みんなどんなバッターでもね、はい、やっぱ欲が深いからどん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 先に進もうとするけども、うん、ある程度のもの形が決まれば、はい、もう決まってると思うんだけど、うん、精度が上がれば間違いなくレギュラーの選手だ。見たいですね。もう阪神ファンもそうですし、野球ファンも見てみたいですね。いや、見てみたい、俺も見てみたい。前川京選手、うんうん、期待しましょう。期待してよ本当にもうなんかキョトンとしてるけどさちょっと来てよ本当に。そうですね。さあ DeNA です。 DeNA は2019年のドラフト6位の海老名選手、外野手です。ちょっと迷った節があって、はい、海老名なのか楠本なのかって、うん、ちょっと右と左で迷ったんだよね、はい、同じようなタイプなんだよ。でも海老名の方がもう一つなんか身体能力が高そうな感じがするんだよね。へ、いや、楠本の方がバッティングのコントロールはいいんだよ、はい、でも海老名のパワーとか素材とか、はい、で右でしょ、はい、いいんだよね。いやなんか迷ったんだけど、はい、俺は海老名にちょっとかけてみたいなというブレイクとすればね、うん、まあ、今年61試合に出て打率はまあ2割4分7厘、うん、
だったんですけど、もっともっとブレイクしていく。もちろんもちろん、もうちょっとホームランも出るだろうしね。こう将来の DeNA のどんな選手になっていくんですか。何番バッターであったりとか、どんなタイプの選手。やっぱ牧に近いような、すごい、まあ、そんな感じ、はい、にはなってほしいなと思うけどね、うん、素質豊かな人間は DeNA は多いな。これコーチが迷うよ本当に。楠本の方がいいのか海老名の方がいいのかとかさ、はい、両方使うと両方とも中途半端に終わるんだよね。仮にポジションが被ってたとしたら、はい、どっちか捨てなきゃいけないんだよね。両方行け両方行けって言いながら、やっぱりこっちを使うってなって、はい、こっちが悪かったらこっち、いやこっちが落ちてきたらこっちって中途半端なんだよ、はい、やっぱレギュラー一人でも多い方が、うん、やっぱチームとしては強いわけだから、はい、まあ、切り捨てるっていうのはちょっと言葉が過ぎるかもわからないけども、やっぱそこの競争だよね。そうですね、生き残るための競争ですね。だからその海老名のポテンシャルだとか、はい、まあ、そういうのを考えるとちょっと海老名ちょっと頑張れと、うん、いうような感じだよね。まあまあ叱咤激励というか、そういうのも。いや楠本も頑張ってんだよ。はい、そうですよね。苦しいんだよ本当に。どっちとでいいかみたいな、ね、本当に本当に苦渋の選択ですよね。そうそうそう、こちらも。でヤクルトは2019年のドラフト6位の竹岡選手です。いいぞこれ。今年あのコロナの時にね、ポット使われて、はい、まあ、3本打ったのかな。その打ち方もしっかり見たけども、うん、あ、やっぱしっかりした打ち方してんなと思ってさ、はい、これは長岡と同級生だけども、うん、こいつでも良かったんじゃないのっていうふうに思わせたぐらいの選手だったんだよね、うん、そうですよね。竹岡ただまた選手が戻ってきてしまう。そうなんですよね。内野で、まあ、セカンドだったりするので、セカンド、ああ、はい、けどファーストオスナーいるでしょ、はい、でもうあれだったらもうオスナー外して山田ファースト持ってって竹岡みたいな、うん、若手の二遊間みたいなさ、まあ、まあそれはね、まあ、現実的ではないけども、はい、やっぱそのぐらい魅力があるから、サードに村上がいる。もう いやだからもう決まっちゃってるからかわいそうなんだよね。だからすごくあの7試合でアピールはしたんですけれども、残れないもんな上にな。厳しいというか、どうしたらいいのかって、まあ、だからもうしっかりあの地に足つけて、はい、完成度の高いものを作っておかないとね、うん、守備もバッティングも、はい、だから来年あたり本当に隙間をついて入ってくるかも、うん、ね、ワンチャンスあればそこをね、そう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 、ふっと掴み取ることできますもんね、はい。さあ広島は2021年のドラフト6位の末金選手です。まあ、鈴木誠也の抜けた穴をどうやって埋めるか、はい、末金っていうのにね、まあ、託したけども、はい、まあ、怪我とか、はい、まあ、いろいろありながら、うん、まあ、埋めることはできなかったという、まあ、本人が一番悔しかったと思うけども、はい、まあ、チャンスはまた与えられると思うし、まあ、監督が勝ったでしょ、はい、まあ、新井監督とよく似てるタイプなんだよね、うん、ちょっと最初は荒削りでみたいな、はい、でも思い切りだけはなくさないでみたいな。だからいい指導者に結構巡り合えたかもわからないよね、新井という。なんかまあ運の持ち主かもしれないですね、そういう意味で、うん、だからまあそこら辺で使われるかなっていうふうに思ってるし、はい、まあ、そうなったら結果の出し方、まあ、新井がやってきたこと、はい、まあ、そういうのを伝授しながらちょっとブレイクしていくかなっていうふうには考えてるんだ。そうですよね。であの今年は31試合しか出られなかったんですけど、ただその開幕の例えば3月25日すぐタイムリーを打ったり、うん、4月2日にホームランも打ったりと、うん、やっぱりすごくあの能力の高い選手ですもんね。まあ、今と、ま、なってはたまたまだったのかなって思うけど、思うけど、はい、でもいい指導者が来てくれたという、はい、それもトップにね、監督として、うん、だからまあ監督がやっぱこう教え込んでいくと思うけどね。そうですね、うん、だからそのチャンスを逃さないように、はい、来年必ずチャンスあるから、はい、そのチャンスをもぎ取ってほしいなと思うけどね。そうですね、はい、私も末金選手一押しです、はい、さあ中日は石川選手です。怪我がな、残念だったよな。そうなんですよ。で、まあ、自分をしっかり持ちながら、はい、まあ、例えばその中村範の指導は自分には合いませんと、うん、申し訳ないけどっていうような、まあ、ことだったんだよね。まあ、それはもう合う合わないもう仕方ないから、はい、その流されるよりは自分の意思でそういうふうに言えたということは、うん、まあ、相当なね、意思の強さを持ってるのかなという。まあ、怪我して残念だったんだけども、まあ、来年勝負だよな。そうですね。あ、1年間やってみて、まあ、それまで すごく勝負強さも見せてくれたし、はい、だからどういう働きをしてくれるのか1年間かけてね、はい、楽しみだよね。そうですよね、うん、あの本当に怪我がなかったら今シーズンきっともっと活躍
してたのかな、したかもわからないし、うん、スタミナ切れてダメだったかもわからないし、うん、まあ怪我の箇所が箇所だけにね、はい、感知して出てこれるのかどうかっていうのはちょっと心配だけども、はい、でも1年間見てみたい選手の一人ではあるということで、うん、まあ、ちょっと名前を挙げたけどね、はい、はい、そうですね。さあ続いてパリーグ、ソフトバンクは2015年のドラフト6位、はい、川瀬選手です。川瀬がね、はい、クライマックスシリーズの時に代打で4打数4安打みたいな、はい、すごい、もう本当にね、これ極めたかなみたいな、はい、分かってきたのかなバッティングみたいな、で先発使ったらタコったという、はい、なんだそれみたいな、せっかく自分で築き上げてチャンスをものになんでしないんだみたいな、はい、まあ、ちょっと早い差はあったんだけどもさ、はい、この選手はやっぱこう能力が高くてね、うん、でバットコントロールが良くて、で代打でそのぐらい打てて、そしたらなんか掴んだものはあるのかなっていう期待をしちゃったんだよ、はい、だから名前があるんだけど、期待をさせてくれるようなそのバッティングしてたってことですね。まあ、感じがあったよね。だからみんなはそのソフトバンクの選手はすごくフルスイングとかいろいろするけども、川瀬はコンパクトにパーンと打っていくよ、あ、自分の形というか、はい、その欲っていうか、まあ、そういうのを捨てて、まあ、献身的にそのチームに貢献する姿があったからさ、はい、あ、ちょっとスタイル変えたかなみたいな、うん、まあ、そんな感じがあったんで、まあ、来年もそういうような感じでいけば、はい、ブレイクするかなというふうには思ってるんだけどね、うん、まあ、内野手で、まあ、ファーストだったりサード守ったり、うん、ね、内野手もあそこも熾烈な戦いありますね、まあ、まあそうだな、アピールしていかないとですよね。そうそう。さあ西武なんですけれども、若林選手あげました、はい、で、まあ、今年ちょっと復帰したけどもさ、うん、まあ、怪我の具合が回復力とかさ、はい、そういうものが追いついてこなかったのかどうか分かんないけども、うん、まあ、そんなに良くはなかったよね。28試合 の、 あの出場にとどまってしまったので、まあ、だけどやっぱ来年はね、はい、もう怪我はもう完治してるし、はい、最初からキャンプができるしね。うん、そうですね。だから松井和夫が好きなタイプの選手だよね、走れるというね、はい、まあ、機動力も使えるし、で、まあ、足の条件付きだけどもね、うん、まあ、だけどやっぱ彼が一番に入った時っていうのはやっぱやっと埋まったような感じがしたし、うん、はい、彼がやってくれるとやっぱり順位が変わるというかさ、うん、活気が出るというか、はい、まあ、そういう選手なんで、もう一度ちょっとブレイクしてほしいという、まあ、ブレイクというか1年間働いたことないからさ。そうです ね、 ね、1年ルーキーイヤーの時に怪我だからね、はい、40試合、44試合、44試合で20個走ってる時に、はい、まあ、怪我をしたっていうね、はい、だから、まあ、来年勝負と思って頑張ってほしいというふうに思う、はいはい、さあロッテは2020年のドラフト3位の小川選手、はい、うん、この子はやっぱり守備とかね、はい、やっぱこううまいし、はい、まあ、バッティングもまあまあのコントロールは持ってるし、うん、エチェバリアとか、はい、まあ、抜けてね、うん、ショートがまた手薄になってるという、だからそういう意味では小川というのはものすごいチャンスがあるし、うん、まあ、あの守備力っていうのも魅力だしね、うん、だから期待したいなと思って。そうですね、監督も新しくなるのでね、そこで、まあ、そうだな、はい、期待したいです、うん、さあ楽天ですけれども2019年のドラフト4位、はい、武藤選手、外野手好きなんだよ、このバッティングが。バッティングが好き、いやいや、このセンスがものすごく高いものがある感じが見える選手なの、はい、うん、はい、この選手を1年間トータル的に使ったらどのぐらい打つかなっていうね、華奢だからさ、スタミナがなさそうなんだよね、はい、ちょっと心配なんだけど、うん、だけどバッティングはいい。豊さん、そのバッティング どういうセンスが好きなんですか、どういうところが。バットをムチみたいに使える、しなやか、しなる、しなやか、柔らかいという。へー、ただ本当に華奢なんだよ。それもあの食べて なんか体幹とかそういうことになるんですか。なあ、どうなんかな、まあ、もうとにかく、まあ、ウエイトでもいいけどバットスイングでもいいけど、やっぱ筋力を増やしてほしいよな、まずは。まあ、脱いだらすごいのかもわかんないけど、はい、まあ、だけど本当に華奢な感じがするから、うん、あのセンスを生かしていくのもやっぱある程度パワーがあったら楽だろうなって思うところもあるし、うんうん、やっぱスタミナがないとレギュラーとしては使えないし。そうですね、今年はまあ44試合なので、ね、はい、ちょっと頑張ってほしいなと思うね。そうですね、うん、で日本ハムは2020年のドラフト2位の五十幡選手。やるよ磯畑、お前本当にさ、ポコ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 上げやがった本当に
まあ ね全部転がせって言っても転がせるんだったら3割打てるしな、はい、全部転がせって言ったら、うん、まあだけど彼の足はやっぱり魅力だしさ、はい、もう怪我してる暇は待ったなしだぞって思うよ ね、 そうですね、うん、だから、まあ、あの足を生かすにも殺すにもやっぱバッティングっていうのは磨かなきゃいけないし、はい、バッティングである程度出塁率が取れるようになってくると、うん、彼の足が武器になるしね、うん、そういった野球ができるような感じで頑張ってほしいと思うけどね、磯端選手、うん、まあ、磯端後輩だしな。あ、そうなんだ、後輩なんだよ、牧と同級生だよな。あ、そうなんですね、中大の。そう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 なんですね。くっそ足速い選手がいますよって。へえ、また大げさに言ってんだろうな、冗談じゃねえよとか見に行ったら速えなあいつみたいな。速かったんですね。速かった速かった。だから足を殺すも、うん、ね、はい、ここだから。そうですね、うん、考えてっていう。バカって言われんなよ、中央が。中央の OB として、あいつはバカだからねみたいな言われんのよ。俺も言われたかもわかんないけど。まあ、ないと思うんですけど。新庄監督から来シーズンはもうね固定で行くって言ってるんで、そこに入ってこないと。まあ固定一番だよね、行くとしたら、うん、あ、足でもそうですね、そう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 、塁に出てっていうところですもんね。さあ最後オリックスですけれども、はい、2021年のドラフト2位の野口選手です。内野手、セカンド、はい、思い切りいいよな、はい、でも迷った。野口もいいし、うん、来た、はい、もういいんだよね。迷った。でも野口選手にしたのはこれなんでですか。なんかブレがないというかさ、プレーに。北もいいんだよね。だからいい選手いるよ、やっぱ強いチームは。あ、そうですね。だからそのヤクルトにも、うん、いやこれ使うところがないんだよって、まあ、悩みがあるように、はい、そのオリックスもどっちにしようかっていうようなさ、はい、まあでも野口を選んだけどもね、うん、彼のやっぱ思い切りっていうのは吉田正尚とかさ、はい、やっぱりいい先輩がいるよね、見本が、うんうん、だからまあそこら辺がすごく成長する教本がいるというか、はい、教科書がいるというかね、うん、まあ、それを見て、ああ、実践してるんだなっていうね、うんうん、まあ、そこら辺で期待をしたいなっていう。吉田正尚になってみろみたいな。まあ、なれる素質はあるんですもんね。まあ、あるあるある。そうですよね。ある、 ある、 あるけどよっぽどしないと無理だよ。あ、もちろんもちろん、うん、そうですよね。だけどやっぱあの思い切りは魅力だなと思ってね。うん、はい。さあというわけで、豊さんが来シーズンブレイクするであろうという選手を、はい、今日は野手全部挙げてもらって、大体当たらないから、ね、ちょっと上がった選手の人たちは要注意。要注意、そんなことか。いやいや、まあ本当にもうこれだけ魅力を兼ね備えてる選手をいろいろ喋ったんだよね、はい、だ頑張ってよ本当に。そうですね、そのぐらいね、あの期待以上のもの出してよ。そうですね、そしてまた来年のまさに1年後のこの時期に答え合わせをしましょう、はい、そうだね。ダメだった選手は吊るし上げでちょっと呼んで何やってたんだお前みたいな動画に出てもらいましょう。まあまあそうだね。でよくやった人はなんかこうね、はい、なんか何かを差し上げる。温泉の件とかね。温泉昭和ですね。バカ野郎お前な、体を癒やす。なんでおい、ちょっと待て、お前さ昭和だろ。昭和でもなんか現代古風にお前言うんじゃないよ。昭和でも平成かぶ、平成かぶに行こうとしてるんで。お前何あげる。じゃあ私ですか。私はハワイの宿泊券。バカ。